監視カメラの映像に本当は何が映っているのかということそれをご遺族も知りたいですし真相解明のためにそれをすべて知ることは絶対に必要なことだと思うのですけれどもそのごく一部が報告書には書かれていました、えー、そのごく一部ではあるのですがそれですら非常に痛ましい事実がたくさん書かれていたわけですアカネメメイ,イミグレーションネカトゥエラティネマンダンビデナンパレ,パレメニアネメ で遅くとも2月22日頃から上島さんは寝たきりの状態になり、えー、病院に連れて行って点滴だけでもお願いと、えー、最後の力を振り絞って求め続ける中ですね。 リハビリと称する関節の曲げ伸ばしなどの繰り返しをさせられてとても痛がっておられたというようなことも報告書の記載からはうかがわれますまた3月1日には飲んなものを飲み込めなくて鼻から出してしまったところを職員に鼻から牛乳やというふうに言われた。 またえ亡くなる1日前にです、ね、え何か食べたいものはないかと聞かれて赤、アロあか,あか分かりませんがあの舌がもつれたところです、ね、アロンアルファかというふうにそんなことを聞き返しされたというような本当にその最後の日々にです、ね、人間扱いされてなかったんだなということが報告書の少ない記載からすら伝わってきました。このの報告書から伺われるんです目の前に死に死そうなな人がいいて何もしない 救急車も呼ばないこれがまあ端的な問題です A 氏が仮放免されてこれらの支援者のもとで生活するようになれば在留希望の意思がより強固になり帰国の説得や送還の実現がより一層困難になる恐れがあると考えていたつまり本人に長期収容のによる身体的精神的な苦痛を与えてそれで 帰国したくないという意思を変えさせようとしている、苦痛を与えて人の意思を変えさせるってことは、何ですか、拷問ですよ、これ。拷問してるということを入管、認めてるわけです。